これじゃあここ普通にボリュームですよね、はい、このボリュームトーンかな、あ、トーンって書いてますね、シリパラ、シリーズかパラレルかみたいな、あ、そうなんですか、ていうか、音いい、意外といいんですよ、俺なんかこのちょっとクリーンの感じ好きだった6万ぐらいですよね、6万、ね、6万しないです、おだってこれ1960年ぐらいのやつぐらいのやつ言ってましたよね、なんかめちゃくちゃ扱いやすいんですけどやっぱり当時のいろいろギターが試行錯誤されてた感がありますよねそうですよね、チャレンジしまくってたんじゃないですか、ね、すごいなんかロボット感もなんかめちゃくちゃあるな、でもね、なんか1960年代とかのものなんで、なんかこうなんつうやろうな、本当のなんか貫禄感はすごいありますね、はい、傷の感じとかこういうビザル系ってすごい値上がりしてるわけじゃないんで、意外と良心的な金額でだって1960年代のギターとかが6万円で買えるってなんかすごくないですか、そうですよねすごいっすね、あ、これでオンなのか、そうですね、これが今フロントみたいな、はい、ここになんかもあのジャンプできるかな、これはボリーンってくる、聞いてるせいか、すごいなんか寄り添ってくれる感もありながら、なんかどこかこの貫禄さもあるっていう、ちょっとね、皆さんが思ってる以上に俺気に入ってるんですよかっこいいですよ、ねえ、なんかね、あの、あいつ何もやねみたいな、we'll be right back.
悲鳴を上げてますよね。やめてくれよ、ゲインそこまで高めにせんといてくれみたいな。まあでもこの、なんていうんですかね、ちょっとポンコツチックなところがまた可愛いところなんですよ。この短い間にここの操作性結構良かったこのギターでステージ立ってきたらやばいでしょ、みんな何者だって思いましたね。何者だと思いましょ。ここの操作がめっちゃ上手い。機能をちゃんと理解しとかないと終始ピーって言うな。ピーって鳴らし続けてステージが終わる可能性もあるんで、買われる方はね、ちょっといろいろ操作ね、あの調べてみてね、やるのがいいんじゃないでしょうか。いや、面白かったな、これ。ありがとうございます。見た目が良かったですよ、これ。的な感じで。